今日はイベントの中身を考えていきましょう。みんなちゃんと考えてきた？もちろんです。キッズたちのハートをがっちりわしづかみしちゃいます。マリー、ずいぶん自信あるみたいだね。練りに練った最高のアイデアを考えてきたからね。聞きたい？聞きたい。残念、まだ教えない。え、なんで？それは真打ちは最後に登場するものだからよ。マリさんがそこまで言うなんて、一体なんだろう。気になるね。ええ、ですが自らハードルを上げすぎでは？そんなハードル軽く超えてみせるわ。アキャファーイ。それじゃあマリが鳥ってことで、まずは私から。私が考えてきたのはこれ。それは？ただの紙？そう見えるけど、これをこうしてこうしてこうしてできた。じゃじゃーん、カブトの完成。折り紙だ。そう、5月は子供の日もあるし、みんなにこれをかぶってもらうのはどうかなって。あらしょ、何も見ないで折れるなんて器用ね。子供たちがこれをかぶってくれたらきっと可愛いね。でしょ。かーなー。何？どうしたのマリ、怖い顔して。なんで先に行っちゃうの。私も折り紙って言おうと思ってたのに。そうだったの？いきなり最初のハードルでつまずきましたね。